もし偶然乗り込んだその船の中に殺人鬼が潜んでいたら。1961年11月13日、アメリカ・フロリダ州の近海。助けてくれ、子供がいるんだ。航行中の石油タンカーに向かってそう叫んだのは、救命ボートの上から必死に手を振る男性。男性に気がついた石油タンカーの乗組員は、男性と一緒に乗っていた女の子の救助を急ぎます。しかしダメだ、この子はもう亡くなってる。がっくりと肩を落とした乗組員。救助された2人のうち、女の子の方はすでに息をしていなかったんです。そしてこの時、無事救助された男性の名はジュリアン・ハーベイ。フロリダ州の沿岸都市フォートローダーデールを拠点とする大型ヨット船ブルーベル号の船長でした。激しいスコールで船のマストが折れてしまい、その衝撃でエンジンルームから火事が起こったんです。ハーベイが話すに、同乗していた彼の妻と友人の5人家族は全員助からなかったというんです。悲嘆に暮れるハーベイのその様子に、悲しみに包まれる石油タンカーの乗組員たち。しかし彼のその話には決定的に間違っている部分があったんです。実はハーベイは友人一家を殺害した大量殺人鬼だったんです。大型ヨット船ブルーベル号に乗り合わせた殺人船長ジュリアン・ハーベイ。なぜ彼は愛する妻と友人を殺さねばならなかったのか。ハーベイが企てていた恐るべき殺人計画とは。おそす、まだまだ肩こりの解消法募集してるよ、ケンちゃんです。いつ募集した最初。この運動が大事、ヤミヤミ子です。ね、肩甲骨をね、動かそうやつですよね。ヤミ子さん肩凝らないですから、ね、凝るようになったわね。なってきたんだね。もう味噌汁ですから。そうなの？あの人間で言うとね、あの人間に転生してから、ね。本日ご紹介するのは、船の上で自身の妻を含む乗員6人を殺害した殺人船長のお話なんです。偶然乗った船の船長が殺人鬼だったってこと？同じ状況になったらどうするんだろう、やばいよ、自分だったらどうするんだろうって思いながら、まあね、見ていただきたいんですけども、まあ、この犯人ね、かなり綿密に計画を立ててたんですけど、そもそも一体何のためにこんな計画を実行に移したんでしょうか。恐怖の殺人計画。1961年11月8日、アメリカ・フロリダ州の沿岸都市フォートローダーデール。この日、港を出港したその船は大型ヨット船ブルーベル号。船はここからフロリダ州南部のフロリダキーズ、バハマなどの島々を巡る約1週間の航海に出る予定でした。ハーベイ、今回は船長を引き受けてくれて本当にありがとう、よろしく頼むよ。船長のジュリアン・ハーベイに向かい、そう話しかけた男性はアーサー・デュペロー。彼はかねてから妻と3人の子供たちを連れ、フロリダ州近海の島々を巡るクルージングに出ることを夢見ていました。そしてアーサーは念願のその航行の舵を退役軍人で操縦経験も豊富な友人のハーベイに頼むことに。お安いご用さ、俺も君ら家族と一緒に楽しませてもらうよ。そう、ハーベイとアーサーの一家は家族ぐるみで付き合いのある気の知れた仲。船にはハーベイの妻も料理人として同乗し、乗員一同は賑やかなその船旅に心を躍らせていました。パパ、私島に着いたらたくさん泳ぎたいな。家族は楽しそうに笑い合い、船長を務めるハーベイもその様子を満足げに眺めていたんです。しかし実のところ、彼の内心には全く別の思惑が渦巻いていました。1週間の休暇を取って家族でクルージングだ。金持ちは気楽でいいよな。アーサーとハーベは友達なんでしょ、なんでそんな嫌味なこと言うの。アーサーのね、境遇を紐解くとね、なんでそんな嫉妬を抱いたのかっていうのが分かってくる。一家の父アーサーはハーベイと同じ退役軍人。退役後眼科医となったアーサーは非常に裕福な暮らしをしていました。一方のハーベイはというと、今回のように客船の船長を引き受けることは時折あるものの、それも決まった仕事とは呼べず、なかなか収入が安定しなかったんです。さらにハーベイは女性には恵まれていたのですが、不安定な経済状況もあって、これまでなんと5回の離婚を経験していました。そして、まあこいつらのおかげで俺は大金を手にできる、それまでの辛抱だと思ってせいぜい楽しませてやるか。そう、実はこのクルージングは経済難にあえぐハーベイのある策略の一端だったんです。アーサー一家がクルージングに出かける1ヶ月前の1961年10月、ハーベイはブルーベル号のオーナーハロルド・ペックに船長として雇われました。報酬は無料宿泊と月額300ドル。ハーベイは数ヶ月前に再婚しており、この仕事に就いたのはそんな結婚生活を支えていくためのことに思えました。しかし、よし、手はずは整った、これであとは事故を装って妻を殺すだけだな。そう、実のところ新しい妻との再婚も、大型ヨット船の船長になったのも、全てハーベイが経済難を脱するための策略。彼はこの前月、妻にダブルインデムニティと呼ばれる720万円の生命保険をかけ、目撃されにくい船上での保険金殺人を企てていたんです。これも典型的な結婚詐欺。でも確かに船の上だと目撃されなそうだから、うまいやり方ではあるわね。
まあ、しかもハーベイはですね、このダブルインデムニティという保険の制度を利用して通常より多くの保険金を受け取ろうと画策していたんです。というわけで本日のメトラキーワード、ダブルインデムニティについて。ダブルインデムニティとは、保険をかけられた人が想定外の事故で死亡した場合に約束した保険金の倍額以上が支払われる条項規定のこと。比較的安価に契約でき、条件を満たせば大きな支援を受けられるため、死亡リスクの高い職業の人に対しアメリカでは積極的に提案されている保険制度なんです。ただし自殺、自身の重大な過失による死亡、自然死はダブルインデムニティの対象外となります。そのためハーベイは想定外の事故に見せかけて妻を殺害しようと船を自由に操れる船長の職に就いたんです。そしてハーベイのこの計画は、家族でのクルーズ旅行が夢だと話していた友人アーサーをその船に乗せるところで完成します。彼はこの旅行の終盤で妻が船から落下して死んだように見せかけ、友人一家を証人にしてあたかも被害者であるかのように装おうと考えたんです。前任のアーサーのことだ、妻が死んだことを悲しむ素振りを見せれば深くは追求しないだろう。ところでメトラの皆さんの中には、ハーベイのこの計画を聞いてやけに手慣れていると感じた方もいるのではないでしょうか。そう、実はハーベイは過去に3度保険金詐欺に成功しているんです。先ほども説明した通り、彼には5回の離婚歴があります。実はそれらの結婚も多くは保険金を手に入れるためのもの。実際に妻が溺死しハーベイだけが生還する事故も起こっているほか、それ以外にも彼は不審な沈没事故を何度も起こしていたんです。過去の保険金詐欺バレなかったってことよね、マジでヤバいやつじゃない。そうなんですよ。ただね、これまでね3回も成功したハーベイの計画なんですけれども、今回はそううまくはいかなかったんです。思わぬ目撃者。パパ助けて。クルーズ旅行4日目の11月12日深夜、船の小部屋で眠っていたアーサー一家の長女テリー・ジョーは別室から聞こえた兄の叫び声で目を覚まします。お兄ちゃん。そして必死に叫び声を上げる兄の様子にテリー・ジョーが不安を覚えた矢先、廊下から漏れ聞こえてきたのは重たい何かを引きずるような音。明らかな異常事態にテリー・ジョーは背筋の凍る感覚を覚えていました。しかしそれでも彼女は勇気を振り絞り、恐る恐る何かが引きずられていったデッキの方へと足を進めるんです。するとお兄ちゃん、ママどうして。デッキへ足を踏み入れるとともに思わず悲鳴を上げたテリー・ジョー、そこにあったのは血だまりの上に倒れる兄と母の姿でした。ターゲットは自分の奥さんでしょ、なんで友達の家族まで殺しちゃうわけよ。まあ、当然ね、ハーベイ自身友人の猫アーサーたち殺すつもりはなかったんですけど、ちょっと計画がずれてですね、そうせざるを得ない状況になってしまったんです。先ほども説明したようにハーベイは妻を殺害し事故死に見せかけるつもりでいました。しかしその日の深夜、ハーベイと妻が口論になっている声を聞きつけたアーサーやその妻、子供たちは様子を伺いに彼の部屋を訪問。するとそこではハーベイが妻を殺害している最中だったんです。こうして4人は思わぬ目撃者となることに。ハーベイが彼らを殺害したのは妻の殺人を隠蔽するために他なりませんでした。ハーベイさん、何があったの。唯一生き残った長女のテリー・ジョーは変わり果てた姿の家族を前に状況を理解できずにいました。うるさい、部屋に戻ってろ。ハーベイはそんな彼女を睨みつけると思いっきり殴りつけ、元いた部屋へ強引に押し戻します。テリー・ジョー以外はみんなも殺されちゃったってわけよ。じゃあ何、船の中には船長とテリー・ジョーの二人きりってこと。そうなんです、本当にね恐ろしい状況だったと思います。果たしてね、若干11歳のテリー・ジョー、この後どうなってしまうんでしょうか。何があったの、どうしたらいいの。部屋に戻されたテリー・ジョーはひどく混乱しており、ベッドの上でただガタガタと震えることしかできませんでした。するとその時、突然乱暴に開かれたその部屋の扉、テリー・ジョーは身をすくめながらその扉の方へ目をやります。するとそこではハーベイがライフルを片手にこちらを睨みつけていたんです。やめて自分も他の家族と同じように殺されてしまう。テリー・ジョーはその恐怖に一層その身を震わせます。しかしハーベイは不敵に笑ったかと思うと、なぜかテリー・ジョーのことをそのままにしてデッキへと戻っていったんです。見逃してくれたの、テリー・ジョーのことは。というよりもね、殺す必要がなくなったっていうのが正しい。一体どういうことなのか。部屋から出ていったハーベイの足音はそのまま遠ざかっていき、危機を逃れたテリー・ジョーは安堵のため息を漏らしました。しかしそれもつかの間、大変彼女が視線の先に捉えたのは床から染み出してくる油の混ざった水。そう、この船はすでに沈み始めていたんです。どうしよう、どうすればいいの。じっとしていればいずれは溺れ死んでしまう、その状況に激しく動揺するテリー・ジョー。その間にも水位はみるみる上がっていき、ベッドの高さまで届くほどになっていました。しかし下手にデッキへ出ればそこにはライフルを持ったハーベイがうろついているんです。ただテリー・ジョーは迷いに迷いましたが、結局思い切ってもう一度デッキへ向かうことに決めるんです。この船は沈むの。
脱出するの？そう叫んだテリー・ジョーの目の前ではハーベイが救命ボートに食料や水を詰め込んでいる最中でした。テリー・ジョーの問いかけに対しただ無言でうなずいたハーベイ。そして次の瞬間、彼はテリー・ジョーを残したまま救命ボートを切り離しました。こうしてわずか11歳の少女は沈みゆくその船に一人取り残されることに。ハーベイからすれば、そもそも放っておけば溺れ死ぬテリー・ジョーをわざわざ殺す必要もなかったんです。しかしこの判断が後に自分の足を救うことになろうとは、この時のハーベイには知る由もありませんでした。11歳の女の子が沈没船取り残されるなんて、いやいやもう絶望しかないじゃない。まさにね、絶体絶命の状況ですよ、ね、そしてこの半日後、犯人のハーベイは遭難者として救出されるんですけれども、想定外の殺人まで犯してしまった彼が疑いの目を向けられるのは当然のことだったんです。疑惑だらけの取り調べ。ブルーベル号の沈没から半日後、救命ボートで漂流していたハーベイは付近を通りかかった石油タンカーの乗組員によって救出されます。救命ボートにはテリー・ジョーの妹ルナが同乗していましたが、すでに亡くなっている状態。ハーベイは彼女をその手で殺害しておきながら、家族を必死に助けようとしたように見せかける隠蔽工作に利用したんです。ただ警察は事故にあったというハーベイの証言にすぐさま違和感を覚えました。事故にあったという割に無傷で衰弱している様子もないなんて。そう、ハーベイの救命ボートにはとっさの出来事とは思えないほど潤沢な物資が積まれており、ハーベイは救出直後にしては元気すぎたんです。偽装するにも詰めが甘いわね、これはね。まあ、ハーベイもね、一度にここまで殺人を犯すつもりもなかったんで、そこまでね、うん、頭が回らなかったっていうのがまあ現実の、ね、話だと思うんですけど、動転してた、うん、そしてこの後ハーベイの証言にも不可解な点がいくつか出てきたんです。突然激しいスコールに襲われてマストが折れてしまったんです。そのマストがエンジンルームに貫通して火事が起こってしまったんだと思います。ハーベイはそう説明しますが、これは物理的に考えて起こり得ない話でした。もしスコールでマストが折れていたとしても、通常なら船体に刺さるようなことはなくひっくり返るはずなんです。またハーベイは事故の原因をこうも説明していました。あの時はちょうど同乗していた友人のアーサーに船の操縦を代わってもらっていたんです。彼が炎を煽るように船を動かしてしまったのもいけなかったんです。しかし先ほども言ったように、アーサーは経験豊富な退役軍人、ハーベイと同じく船の操縦には慣れており、そのような初歩的なミスを犯すはずがなかったんです。さらに付近の灯台の監視員に尋ねても火災の目撃情報はなく、警察は日増しにハーベイへの疑惑を強めていきました。しかし彼以外に目撃者がいない以上、それ以上の追及もできない状況。ハーベイの嘘を立証できないまま捜査は頓挫してしまうかに思われていたんです。ハーベイの証言はめちゃくちゃなんだけどさ、目撃者とかはやっぱり殺人の証拠っていう物的証拠とかがないと厳しいんじゃない？何か確証を得るには。どうしようもない状況にね、警察も含めて陥っちゃってたんですけど、この後ね、この全ての状況を覆すハーベイ自身にとっても驚きの事態が起こるんです。奇跡の結末。なんてことだ。救出されてから5日後の1961年11月17日、取り調べを受ける最中にもたらされたある報告に思わず声を上げたハーベイ。彼はその一瞬非常に慌てた様子を見せますが、すぐに我に返ると取り繕うようにこう付け加えます。それは素晴らしいですね。ハーベイは一体何を聞いたというのでしょうか。実はこの時取り調べ室に飛び込んできたその報告は、船に取り残されたテリー・ジョーが救出されたというもの。しかも沈没船に取り残された彼女はとても11歳とは思えない勇気の行動の末、無事に助け出されていたんです。私もう助からないのかな。30度を超える日差しが容赦なく照りつける中、テリー・ジョーはたった一人で広大な海の上を漂っていた。そう、ブルーベル号が沈んでいくその中で、彼女はとっさの判断で取り付けられていた大きな浮き輪に乗り船を脱出していた。しかし脱出したはいいが、食料も水もなく、彼女はもう何日も飲まず食わずの状態だった。痛いよ。海の中から鋭い歯を持つ魚が何度も噛みつき、テリー・ジョーの足は傷だらけ。頭上を飛行機が通り過ぎることもあったが、白いブラウスを着て白い浮き輪に乗った彼女の姿は波と同化し見逃されてしまった。ただ朦朧とするその意識の中でも、寸前のところでテリー・ジョーを支えているものがあった。それはすぐそばを泳いでいたネズミイルカの群れ。不思議なことに、彼らはもう何時間もまるでテリー・ジョーを慰めるかのように彼女の周りを泳ぎ続けていたのだ。ありがとう。この翌日、実に84時間の漂流を終えたテリー・ジョーは無事救出されることになる。11歳の女の子が何、食料もない状態で4日間漂流して生き延びたっていうのすごいよね。奇跡じゃない、マジで。まあ、本当にね、この子強い子だなって思うんですけど、この彼女の存在がハーベイを追い詰めることになるんです。
テリー・ジョーが生きてるだと、これはまずいことになった。テリー・ジョー生還の報告を聞き、激しく混乱したハーベイは、そこから妻の家族と話がしたいと言い出し、一時帰宅を願い出ます。そして、もう何日も尋問しているしな、さすがに一度返してやるか。疲れ切ったハーベイの様子を前に警察は一時帰宅を強化。しかし実はこの判断は間違いだったと言わざるを得ないんです。翌日、警察署付近のモーテルを訪れた警察官は案内された客室の様子に思わず絶句します。くそ、あのまま拘留しておくべきだったか。そう、その部屋のバスルームでハーベイが自ら命を絶っていたんです。そしてその部屋には次のような遺書が残されていました。もう疲れた、耐えられない。保険金欲しさに妻と友人一家を殺害したハーベイ。その遺書に謝罪や後悔の言葉は一言も書かれていませんでした。ハーベイは結局裁かれることから逃げたっていうことよね。腹立つわね。それだけでも腹立つんだけど、巻き込んだ家族への懺悔の言葉さえもないのも腹立つわね。まあ、保険金詐欺のね、常習犯ですからね、まあ、良識とかね、そういうのもうないんでしょうね。そうね、まあ、ただこの11歳のね、テリー・ジョーという女の子、本当にね、頑張ったなって思いますよ、うんうん、実はですね、この彼女の存在がですね、うん、今我々がね、生きてるこの社会にね、ある影響を与えたんです。結局はハーベイの死後、生き残ったテリー・ジョーの証言から彼の犯行が明るみに。さらに捜査が進められると、ハーベイが犯した過去の保険金詐欺も全て暴かれることに。また問題となったのは、テリー・ジョーが漂流していた際、白いブラウスと浮き輪が波に紛れ彼女の発見が遅れてしまったこと。この事態を受け、沿岸警備隊は船に設置される救命用浮き輪の色をオレンジにするよう新たな規制を設けました。ハーベイが自ら命を絶ち、裁きの場から逃げ出したことは到底許せない事実です。ただ一人の少女の勇気の行動が、そのような教訓として現代にも受け継がれ、多くの命を救い続けていることは、この事件の唯一の救いなのではないでしょうか。